ツルってどうして赤い頭なの？みんなこんにちは、はてなくんだよ。今日もツルのお話だよ。頭の赤いツルっているよね。そう、みんながおなじみのツル。あのツルはタンチョウっていう種類のツルなんだけど、どうして赤い頭なんだろうね。あれって羽毛なのかな。今日もツルくんにお話聞いてみるね。やあ、僕はツル。僕のこの頭の赤い部分がどうなってるかって、羽毛？違うんだな。実はね、ここには羽毛がないんだ。ハゲ？そんなところさ。この赤い部分はね、細かいたくさんの粒々が集まってできているんだ。そして下にある血が透けて赤く見えてるんだよ。僕が怒ったりするともっと赤くなるんだよ。だから赤いところを見れば僕らの気持ちもわかるってわけ。生まれて1年ぐらいで頭の羽が抜け始める。だから赤い頭は大人の証拠なんだよ。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー、バイバーイ。